ラショーオーンメリットはアメリカ合衆国の陸上競技選手。主に400メートルを得意としている。メリットは2007年に行われた世界陸上の4400メートルリレー金メダリストであり、同大会の400メートルではジェレミーウォリナーに次いで銀メダルを獲得した。北京オリンピックの400メートルではウォリナーを下し、金メダルを獲得した。幼い頃から 兄の影響を受けて育つ。5歳から野球を始め、アメリカンフットボールでも自慢の俊足を活かしていたほか、トランペットが抜群にうまかった兄の影響で、中学時代は吹奏楽部に所属。トランペットやホルンを演奏し、自身で作曲した曲を吹奏楽部に提供していた。メリットが13歳の1999年11月、兄が、 事故に巻き込まれ19歳の若さで亡くなってしまう。ショックから兄の影響で始めたスポーツはやめてしまうが、陸上をしていた妹の勧めで陸上を始めることとなった。15歳の時に陸上を本格的に始め、翌年の州大会では400メートル優勝、100メートルと200メートルで2位という成績を残した。同年、 ウッドロー・ウィルソン高校陸上部のアシスタントコーチを務めていたドゥエイン・ミラーと出会って本格的に練習を開始。初めて会った際にドゥエイン・ミラーは一緒にオリンピックに行こう。と言い、当時10代だったメリットは大洗したという。東カロライナ大学在籍時の2005年2月にプロへ転校した時は契約するナイキから指定されたプロコーチの下でトレーニングをしていたが、 そのコーチはまだ体が出来上がってないメリットに、他のプロ選手と同じトレーニングを強制させたために、うまくいかず、2005年のオフに故郷に戻ったメリットは、ドゥエイン・ミラーにコーチを依頼した。2004年にインターハイの400メートル、全米ジュニア選手権の200メートルと400メートルを、制し、世界ジュニアの代表に選出された。7月の世界ジュニアでは400メートル、400メートルリレー。 4400メートルリレーで優勝し、3つの金メダルを獲得。その名を知らしめる。しかも、400メートルは当年ジュニア世界ランク1位、リレーは共にジュニア世界新であった。本来はロングスプリンターの彼だが、この年は200メートルでも20秒72の記録を出していて、400メートルリレーのアンカーにも起用された。2005年は室内で、 史上二人目の44秒台を出した。しかし、屋外の全米選手権では400メートル4位だったため、個人では世界陸上の代表になれなかったが、本戦のリレーでは予選の3層を務めた。2006年はワールドカップ優勝。ジェレミー・ウォリナーが無敵を誇っている状態のため、2番手を追う形だった。上述の通り、 メリットは400メートルを得意としているが、それだけではなく、200メートルでも19秒98という好記録を持っている。200メートルの19秒台、400メートルの43秒台という記録は短距離層の大台と言われているが、これら2種目でこの記録を達成したのは、マイケル・ジョンソン以来で史上2人目の快挙となった。 2008年の北京オリンピックと2009年のベルリン世界陸上で400メートルと4400メートルリレーで金メダルを獲得したが2010年ドーピング検査で禁止薬物のテストステロンに陽性反応を示し暫定的な出場停止処分を受け入れた出場停止となれば通常2年間であるが後に21ヶ月に減らされ2011年の 世界選手権に出場することが可能となった。2011年7月29日ダイヤモンドリーグ第11戦で復帰。2011年のテグ世界陸上で400メートルで銀4400メートルリレーで金メダルを獲得した。しかしロンドンオリンピック400メートルでは途中でふくらはぎの痛みを訴え途中棄権した。2015年北京世界陸上では 銀メダルに終わった。ありがとうございます。